コープさんでは平成8年度までに障害者雇用はゼロでした。県からも雇用に努力するよう指導を受けたこともありました。平成9年に喜多方の店舗で近隣の知的障害者の雇用を紹介され、初めて1名の採用になりました。平成10年に福島県立会津養護学校に通う生徒さんの母親から職場実習を受け入れてほしいとの依頼があり、障害者と共に働くことで障害者を理解するきっかけになり、雇用に結びつくのではないかと考え、現場実習を受けました。そして現在では11名の障害者が働いております。仕事の内容は惣菜部門の弁当作り、一般食品の商品補充、農産部門の商品の袋詰めなどです。仕事をしてどのぐらい、何年ぐらいになりますか？10年目に入りました。食品やお菓子の品出しや片付けをしています。他の組合さんとも仲良く働いています。職員全体のところで品出し補充をやっていただいています。で、真由美さんのところでもある程度経験がありまして、いろんな部門も経験してますし、パンとか八百屋さんとか、まあ、そういったところも経験しています。で、まあ、いろいろな品出しやっていますが、まあ、お客様に対しても丁寧に応対とか、商品説明というか、ご案内もきちんとしていますので、まあ、これから無質を頑張っていただきたいと思っています。まあ、生協の障害者雇用についての考え方なんですけれども、まあ、生協の理念からしても、まあ、障害者と共に働いて共に生きるというノーマライゼーションの実現のためにですね、やっぱり貢献していかなければいけないというふうに考えております。で、現在11名の障害をお持ちの方働いていますけれども、今後についても継続して働けるような支援体制をですね、継続的に検討していきたいというふうに考えています。で、また障害者雇用についてなんですが、やはりなかなか障害者と接する機会というのはなかなかなくて、その障害者雇用についての感覚がですね、使われない部分があると思うんですね。で、そういった意味では会津養護学校等からのですね、生徒さんの実習受け入れというような形でですね、障害者の方と触れ合うというようなところがですね、障害者を雇用していく土台作りになるのではないかなというふうに考えております。